はい、よっこいしょ。 10.9 分8 10.8。 この辺ですね。はい、最近ね、10.、はい、この間10.7、その間10.9だから、はい、まあこの辺でうろうろしてもらった方がいいでしょう、ね、そうですね。あんまり出るとまた腰の症状ができちゃうかもしれないからでまた水炎もあるからさ、はい、ちょっと肉付きいい方がいいんだよね、水炎も、ね、そうですね、食べんくなっちゃうこの感じがあるんで、難しいこれ、ね、まあでも今ぐらいの感じで、はい、食べてる量は朝が40の、はい、夜が65ぐらいですかね、はい、で それ以外は食べないんですか。それ以外はささみを、ささみ食べてます、はいはい、何グラムぐらい取れますささみの半分、1日で1本ってことかなんのかな。1日1本ね、はい、1日1本はちょっと多いかもしれませんね。多いかもしれない。そうなんです。10キロで1本だったらさ、60キロの人だったら6本食べることないですか。そうです。ちょっと多いですよね。だからもうちょっと減らしてもらって、はい、まあ、60キロの人で2本食べるとしてもね、まあ、2本ね、はい、そうするとどうなる？6分の2、3分の1ぐらい1本。3分の1ぐらい。それで、はい、60キロの人で2本ぐらい食べることになる。はい。だからそういうことです。6分の1から3分の1ぐらいってとこですかね。まあだからみじんにしてふりかけみたいにしてるんですけど、はい、それが見えないともうやめちゃったりするので、ね、そう、ささみやってほしいですよ。ただ多いとちょっとね、はい、っていうところがありますね、はい、ちょっとその量まで聞いとかないですねはい、ごめんね、顔見せて。じゃあ今日は治療の方ですよね。はい、やらさせてもらいますね。よいしょ、交際するしかない先生、前に、はい、顔の下っていうか首のところになんかプチッとできてましたよね、はい、あれが大きくならなければそのままほかっといても大丈夫ですか。うん、この辺でしたね。この辺にちょっとコロッこっちもよかったな。 あったこれね、はい、サイズだけ取ってみます。大きくならなかったら無理に取らんでもいいと思いますけどね。あ、そうですか、はい、成長するんだったらもう取っちゃった方がいいですね、体調がいいと。あ、でこれ取ろうと思ったらまっすぐかけないと取れないから、あとで測りますね、はい、大丈夫だからどうぞ。あ、ごめん、3分もういい、ここまでやってごめん、ここにこれがあるな、1分ぐらい。ちょっと使用に対して光線照射も効果的だから。そうですね。
んなこっちかな。じゃあ今度顔をねこっちに向けてくださいね。はい、ちょっと下取るよ。まあ、触った感じさ、悪性って感じはしません。で、前9月に測ってる時は5ミリでした。あ、そうなんですか。今が 5.5 ミリです。そんな毎回は測ってないんだけど、はい、時々測ります。あ、はい、ね、それで、はい、成長、まあ、10ミリ、1センチ超えるんだったら、まあ、体重がいいんだったらとってもいいです。あ、そうですか、うん、はい、年齢もあと30年齢、レンタルやるよ。はい、レンタルやらせてね。稼いだな、なかなか優しくないけどね。そう、お耳が若干匂うから。あ、そうですか。だからあのちょっと怠けてたんだ、耳の方が。そうそうそう、耳もちょっと入れたってください。はい、わかりました。別に汚れがあるような感じはしないんですけど、あ、若干匂いますね、耳がね。はい、こっちはいい感じだ、匂わないから。あ、いい感じだけど。で、まあ、もしそれで、はい、あれだよね、腫瘍を取ることだったら、まあ、吸いかけるから、その時はできればやれたら、ね、はい、咳もやりたいですよね。まあ、何歳になりましたっけ。11歳。そうするとですね、できれば大きくならずに観察しておきたいですね。はいはい。で、別に酔わなければまあ、そう、まあまあだから、はい、ちょっとお尻今度こっちにして、はい、この子ってお家でさ、ブラッシングしてますでしょ。はい、はい、してます。ブラシ何使ってます。あ、普通のクシですかね。ブラシなんてクシで。あ、クシで、はい。あのね、最近ね、ちょっと、はい、教えてもらったんだけど、人間のさ、はい、ウェットブラシ。あ、はい。先がこうなって痛くないじゃないですか。はい、はい。あ、こちらの方がいいですか。これおすすめですね。あ、そうですか。これも最近して、はい、実際やってみるととてもいい。で、これ、まあ、この子大きいから、普通のやつでもいいし、はい、これは携帯用の、旅行に使う時の携帯用ですけど、はい、あ、もしよかったら使ってみてください。そうすると、皮膚も刺激されるし、あ、痛くないし、はい、とてもいいかなと思います。あ、わかりました。あ、わかった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 、すいません。じゃあ、釣りは今回も2週間ね、はい、それと歯磨きが、はい、いろいろですね。はい、でシルピナも出るんだったら、じゃあ、ちょっと入れてください。耳がちょっと寄ってます。はい、わかりました。はい、すいません。はい、お願いします。毎日やった方がいいですかね、しばらく。そうね。はい。ちょっと毎日やってたのやめちゃってたんですけど、匂わなかったら2日に1回、はい、それでも匂わなかったら3日に1回で、最終的には週1ぐらいで入れてほしい。あ、わかりました。でもちょっとなんかちょっとでも匂うんだったら毎日入れるだけお願いします。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。
少し消毒してください。ストップしてください。